盾と敵の情報。近くに敵はいないな。っていうか結構手薄な感じ。うん。あ、またあれか。ヘリが多いな。敵の気配がつかめないな。お、なんだここめっちゃ怪しい。入ってみちゃったけど、ほいほい入ってみたはいいけど、ここからどうするんだ。すごい近くだな、出てくる。あ、そうじゃない。あれ、敵兵があるんだけど。あれ、敵の姿が見えない。これは困った。くっ、マジか。いた。アナリシスコンプリート。オッケー、あいつはやっつけとこう。さらに新たな敵兵だと。喋るな、仲間は。開発資料だと。The map has been updated. どうしようかな。回収して無力化しておこうかなと思ったらこれで。敵と交戦状態になる可能性がかなり高いから消しておくか。気のせいか敵がどんどん増えていってる気がするけど。了解、回収する。まずは電源設備を破壊するか、電気を止めて敵をおびき寄せるか。さっきから新たな敵へ敵へとか言って、あー、すっげーよく見てる。ここで待つか。敵の影が見えない。お、いけるかな。受け取った。
せろ。なんか随分明るいなこれ。めっちゃ増えてる。最初手薄かと思ったけど。スニーキングスーツで来るべきだったかな。あれか。アナリシスコンプリート。危ねえ、いきなり見つかったかと思った。あ、うっそと思ったら、あいつ道間違えただけじゃねえか。これを繰り返せばさ、敵を自動的にこう誘い出して殺すことができるんだけど、どうかな、ちょっと時間かかりすぎちゃうかな。まあ時間がかかってる部分は編集とかカットでどうにかなっちゃうんだけどさ、敵の位置が全然わからんな。Analysis complete. エリ止まってる時に撃ち落とせばよかったかな。ちょっとぐらい警戒状態になってもそれに見合った価値はあると思う。また間違えてる。まあ周囲にはちゃんと向かなきゃダメだよね。あっ、こいつ反抗的なやつだ。たまにいるんだよね。さてどうしよっかな。ひたすらこれを繰り返して敵を減らしていくか、その方が良さげな感じがするけどな。了解、回収する。まあしょうがない、ここは見つかること覚悟で進むか。
Analysis complete. くらえ。敵のスナイパーだ。何？伏せていれば敵をやり過ごすことができるはずだ。さてと、これで敵は寄ってくるはずだけど、どう出るかな。と思ったけど来ないな。マジか。徹底守備か。あ、ずいぶんあっちの方に集まってるの。すごく爆撃命令出したい。っていうかね、ランク絶対これさ、S ランクはいかないと思うんだよ。爆撃しちゃいましょう。ちょうどいいから。ファイアサポート。スリーピングガス。スリーピングガスでいいかな。あ、ちょっとばらけちゃった。無念。この辺でいいかな。Strike requested。金余ってるからさ、ガンガン使いたいんだよね。自分からランクを下げるようなことするのはちょっとどうかなって気もするけど。Strike will commence shortly. Analysis complete. たまやあいつ動じなさすぎだろ。Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. 洞窟にいたのと同型か。Analysis complete. 実戦の指は目前まで迫っているようだな。なるほど。Please select a strike point.じゃあこの辺りガンガンやるね。Strike will commence shortly. おっ、さてあの煙に釣られて敵が来るか。Analysis complete. Analysis complete. あれ、なんか思ったよりも敵に当たってない。なんだ、すげえがっかり。これ一発いくらよ。Please select a strike point. 33,000。33,000使って一回待たないとか。ちょっと範囲短いのかな。はい。Strike requested. Strike will commence shortly. スナイパーか。スナイパーもいるし、ちょっときついな。
え、嘘。あー、何登ってんの、バカじゃないの。何これ、何これ、ケツの追いかけっこになってる。あかんや、もうあかんわこれ。撃たなきゃダメだ。あー、危ねえ。こいつがスナイパーか。あれか。めっちゃバレそうだけどバレてない。しょうがない。空中から攻撃するか。弾でいっかな。ウェポン。スナイパーライフル。の。どっちがいいかな。サプレッサー付きと、サプレッサー付きの方がいいか。Please select a drop point. あれ、俺がマーキングしたのどれだ。これか。Supplies requested. あ、違うじゃん。違う方だった。ごめんなさい。Supply drop complete. こっちだったか。マーカーよく見えてなかった。頭の上からゴスッと落とそうと思ったんです。砂嵐だと。これはチャンス。あー、落っこってきた。あいつ眠らせたままだ。忘れてた。あー、こんな時に電池が切れる。あー、わからないくらい怖い。全然聞いてねえじゃねえかよ。なんか最初から砂嵐にすればよかった。ああ、なんだってバレるだと。ああいうのがバレることもあるのかよ。マジか。二足歩行なんちゃら。敵は登ってきてる。あ、位置がバレただと。倒れた時の音か。今回結構てんやわんやだ。いつも通りか。おっと、ハケ、仲間は。うう、危ない危ない。仲間は。了解、回収する。いやー、今回は本当に冷や汗もんだな。まだ見つかってないんだっけ。なんか見つかってないのが不思議なぐらいだよ。喋るんだ。仲間はどこだ。
map has been updated. スナイパーライフルどうなった？回収する。了解だ。取られちゃった。そういうことあるのか。なくなってるよね。でっかく要請したのに。わかった。なんかスリープガスをね、上からドーンって落とすよりも砂嵐にしてもらった方が良かったってことで。あー、起きられた。動くな。危ねえ。仲間はどこだ？腹は今ね。The map has been updated. Analysis complete. いらんな。排除したいっていうか殺したいけど。おっと、敵があんなに大胆に動く。上のやつを見たのかな。お、ちょうどいい、ちょうどいいところがあるぞ。あ、なにここ。そう、俺ちゃんと声が響いてる。手を挙げろ。しゃべるんだ。仲間はどこだ。 The map has been updated. ようやく周りの敵を排除できたか。まだいるのかよ。Analysis complete. 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 マジで敵が多いな。Analysis complete. あと一人どこかにいるみたいだけど。どこだ。見当たらないな。あ、いた。アナリシスコンプリート。やっぱりスナイパーライフルちゃんと受け取れてればな。早くしないと夜が明けちまうな。サプレッサーとかないのかな。予備のサプレッサーとか。喋るんだ。仲間は。The map has been updated.回収する。了解だ。仲間はどうだ。The map has been updated. まあいっか。受け取った。あとは任せろ。よーし、ようやくだ。これ乗れんの。ウォーカーギアだ。奪って乗りこなすか、爆発物があるなら先に破壊しておくか。デデデン。ウォーカーギア。武器構えが L2、R2 が近接攻撃。うん。基本的に、人間形態と一緒か？姿勢変更、ブレーキ、加速。うん。四角で加速。おう。こういう時 L3 じゃないんで。あれ？何が加速なの？加速してないんだけど。わからん。もう一回。あ、見れなくなっちゃった。一回だけか。
一回だけだ。しょうがない。この中入ります。入れない。なんかメタルギアソリッドっぽいところに来た。こういう時こそソナーじゃない？エメリヒはどこにいるかな？いた。初めてソナーを実戦で使ったけど、おお、特に必要がなかった。まだソナーの反応が残っている。リアルタイムでもすごいよね、昔からだけど。おっ、なんか今ちょっと変なのが見えたけど。誰？スネーク。ここでまさかの、あれ？いや、それはただの機械だ。ああ。あ、それ手で動かす必要がある。君は？エメリヒ博士。スネーク。おっと。どうして？あ。離してくれ。下ろしてくれ。僕の足を返せ。予定通りだ。そいつをマザーベースへ回収してくれ。Extraction arrived at mother base。なるほど。よし、近くに支援ヘリを送る。エメリヒを連れてランディングゾーンに向かってくれ。待ってくれ。僕が開発したモーガンギアに乗って逃げよう。何？特別な機体があるんだ。僕にしか起動できない。操縦方法は教えるよ。エメリヒは無視しろ。な、何？奴の作った兵器など。いや、道のりは長い。奴の言うモーガンギアを使ったらどうだ。要せ、エメリヒは信用できん。どう？科学者の鉄くずがまともに動くか。歩くよりマシだ。ボス、ウォーカーギアを使って脱出するんだ。決めるのはボスだ。なあ、ちょっと待って、何の板挟みこれは。さっきのなんだっけ、クワイエット戦でもそうだったけどさ、カズとオセロットが喧嘩するの困るんだけど、俺はどっちを選ぶべきなんだ。あれが特別なウォーカーギアか。オセロットはあれに乗って逃げろって言うし、カズは恨みにくしで、ヒューイの作った機械なんか乗っていくなって言うし、ていうかこっちの方が気になるでしょ。かつて無人機に搭載していた AI、 おそらくママルと融合したレプタイルポッドだ。生み出したのはストレンジラブ博士。いや、今はエミリッヒの回収に集中するんだ。写真が貼られている。ピースウォーカー時代のヒューイだ。懐かしいな。でもなんかさ、この AI、 まあもちろん AI なんだけど、ピースウォーカーの時はちゃんとスネークに反応してたんだけど、何、もしかしてこれ子供？今はこんなの見てる場合ではないんだけど、ヒューイもそうだったけど、なんかな、このっていうか、今俺が操作してるこのスネーク、なんかいまいちかつてのビッグボスじゃない感じがしてくるよね。昔はスネークと AI が開口したことで AI が完成したんだけどな。さあ、別人なのか、それとも別の人格的なものなのか、まだちょっとわからないけれど、なんとなく違うのはわかるよね。もうちょっと熱かったもん、男として。ちょっと置いていくね。なんか今ちょっと貴重そうなものを見つかったの。さあ、命よりも金。ヒューイも気づいてたっぽいけど、うん、もしかしてまたソリッドスネークシミュレーションだみたいな話になるのかね。あれ？で、出られないだと？ここどこ？こっちからか。
helicopter requested. ボス、思い出せ。9年前、俺たちはマザーベースに核査察を招き入れた。だが査察団は偽装。正体はサイファーの部隊だった。奴らを基地に入れたのはエメリッヒだ。俺のウォーカーギアがねえ。ずっとエメリッヒは姿を消していた。奴はサイファーと組んでいたんだ。僕は知らなかった。本当に核査察だと。なんでそこランディングで選んだんだよ。元はといえば悪いのはスネークだ。きつ。僕たちは核を持つべきじゃない。だからマザーベースは破壊されたんだ。アズとキュウイが言い争ってるけど、正直今そんなこと言ってる場合ではないんだよ。俺たちのヘリが落とされるんだけど、今ね特にカスタマイズしてないからさ、弱いはずなんだよね。ちょっとこれは戦う予感。こちらピーコード、まもなくランディングゾーンに到着する。ヘリの何を言ってんだよ。目は黙っとけ。ウェザーモディフィケーション、サンドストーム。だ、どういう理屈で天候が操作できるのかわからないか。エメリヒを忘れるな。そいつを連れて帰るんだ。ああどいつもこいつも。ほらバレるやんこれ。おすげえ。こうなるんだ。こちら B コード、ランディングゾーンに到着、退避する。あれ意外と平気なの。敵のど真ん中かと思ったけど。なんだ、焦る必要なかったっぽい。なんか引っかかってるじゃない。何年だよなこいつら。腹ばいなれリサじゃん。お前耳遠いんか。はあ。いやいやいや、ウォーカーギアってお前自立駆動できるんか。おい、もしかしてここスカルフェイスに乗っ取られてるんじゃないの。さっきから奇怪な ことがいっぱいありすぎて困るんだけど。まさかのサプレッサー切れ。いやいやいや、あれ怖すぎでしょ。キモい。これでもなんか敵としてはいったよ。あー、びっくりこいた。乗れないしな。敵として反応するのか。ないか。じゃあいいや。敵に襲われる心配もなさそうだし、行こう。ランディングゾーンに向かってくれ。まだ殺すなよ。話を全部聞いてからだ。回収できないように固定されてる。そう、お前が喋るせいで何言ってるか分かんなくなったろう。もうベレンなら大丈夫だよ。
ロクス、どうして。あれがエメリヒやソ連製メタルギア。バカな、動くはずがない。博士、貴様はやはり役立たずだ。ミロ・サヘラントロプスはこの通りだ。お前はそこの男と共に死ぬのだ。この日、兵器が直立歩行をした記念すべき日にな。さあ、えらいことになってきたっぽいよ。あ、ちょっとどういうことになるわけ、これは。XOF。 おお、顔でっけえ。エクストラクション、サポートヘリコプター。大変なことだった。逃げろっつったってさ。おお、怖え。いやいやいや、まさかこのミッション長く続くね。その巨人を振り切らなければ、エリも落とされる。ああ、まずい。ジャフィーウスに身を隠しながら移動しろ。あ、やばい、ここから逃げないと死ぬ。こちら B コード、ランニングゾーンに到着。はい。いやいやいや、兵器が直立歩行だかなんだかって、さっきウォーカーギアが一人でやってましたけど。一バレする前に逃げなければ。おお、引っかかってる場合じゃね。なんかいかにもここ通ってくださいって感じだけど。油断はするな、そのままやり過ごせ。安全な場所に身を隠せ。なんだ、マジかよ。敵のなんか無人カメラみたいなのがある。ちょうどあそこに行くところを。なんだ、この辺りの地形がどうなってるかよくわからんが。逃げ切れたか。慎重に頼む。ターゲットをランデブーポイントへ運んでくれ。よし、エリを下ろす。やばいって。を速やかに向上してくれ。エメリヒを忘れるな。やば。エリーがどうなるわけ。ちょうどヘリのところに行こうとすると出てくるっていう映画的なあれな演出。くー、支援ヘリが敵に見つかった。じゃあ支援ヘリをどかせろよ。サポートヘリコプター has arrived。なるほど、1回目見つかるのは仕方がないことなのかな。なんかそれっぽいな。とりあえずエメリヒだけでも早く回収されれば。てかクルトン回収してよ、こんなやつ。油断はするな、そのままやり過ごせ。またかよ。こっち限定か。
馬忘れてた。馬に運んでもらえればよかった。なんかいきなりシューティングゲームだった。やるけどさ、足を狙え、足を。なんだそこの、めっちゃ効きそうなとこ。おお、やったぜ。あれどうなるわけ、あれ。サヘランなんとかさ、直立型二足歩行兵器、霊長類になぞらえるならサヘラントロプス。僕なしで完成するはずがない。いや完成しちゃってるじゃん。あ、いつの間に袋。ちゃっかりしてんな。いやー今回大変だった。確かスナイパーと戦って、まあそれはやり過ごしたんだけど、そこから発電所行ってイベントがあって、そこからさらにメインミッションが続いて、この長丁からね、まさかの展開。エメリヒ博士をダメージ受けさせずに回収。いや今回いろんなことがあった気がするけれど、まあひどいことひどいこと。でもいっぱい、こう、なんていうの、支援砲撃とか、天候操作とか、いろいろ見せて、見せられたのが良かったのかな。あとすっかり忘れてたけど、薬使うの忘れたな。せっかく持ってきたんだけど、持ってきた分コストが、まあいっか、金はいっぱいあるからな。よし、さて帰ってきたけど、これから結構長いイベントが始まりそうな感じ。だ、容赦ない水浴び。インタビューの時間だ。オセロットかよ、本職だな。おい、どうして僕を疑う。僕だけを、仲間だろう。そいつはどうなんだ。お、あ、なんか、あ、ピクピクしてる。カズをミラは9年前見るの久しぶりだな。奴らと組んでたんだろう。それもある。スネーク、裏切り者はそいつだ。それはなんだ、また自白剤か。もっと強力な自白剤だ。あ、やめろ。僕をここに置いてくれ。僕を守ってくれ。どうして。お前だけだからだ。なぜ僕が。お前だけが。え、何も失っていない。頼む、やめて。オーバーヒートか。優秀な義足だな。人の足を折るようなことはしないようになってるんだ。自白剤が効かない。代謝酵素を増やすような手術をしているのか、それとも特殊な遺伝子治療を受けているのか。なんて言ってる。6時間前から変わらない。
9年前、格差殺が偽物とは知らなかった。その後はサイファーに研究を強いられていた。奴は黒か白か。黒だと思うが、証拠がない。後で聞いてくれ。証拠なしで裁判はできない。しばらく様子を見よう。みんなにはまだ言うな。部屋から出さず研究を続けさせる。奴のためだ。古いスタッフは奴を許さない。外に出せば命の保証はない。ボス、奴は気になることを話した。アフガンでの研究が中止になった理由だが、資金が中部アフリカに流れたからだと。サイファーは新しい研究をアフリカで。アフリカ？何の研究だ？エメリキは詳細を知らん。だがまともなことも言っていた。サヘラントロプスだけでは RMA にならない。アフリカで作られてるのはそれを完全にするメタルギアを超える兵器だと。既存の核兵器じゃないってことか。ユイの事情聴取とアフリカ情勢、どうやらこれからアフリカの方に向かうっぽい。はい。なんだこれ。あ、黒天使眼兵、今さら手に入るのか。ボス、間違いない。サイファーは中部アフリカで何かを進めている。現地のプライベートホースと接触した形跡もある。その痕跡を追うことで奴らの目的が浮かび上がってくるはずだ。ダイヤモンドドッグズも大きくなってきた。そろそろ攻勢に転じようじゃないか。空中指令室でミッションを受注してくれ。うん、いや結構いろいろあったな。なんとかエメリヒ、ヒューイを回収していろいろ話を聞いてみるけれど、確たる証拠は出ない。で、旧マザーベースのスタッフから恨まれてるから、今は引きこもらせて缶詰状態にして研究を続けさせてるって感じかな。お帰りなさい、ボス。はい。そしてこれからはどうやらアフリカの方に出張っていく形になるのかな。ミッションリスト。あ、階層かこれ。あれ？あ、空中指令室に行かないといけないんだね。スナイパーの戦いを離脱しただからこうなってるかな。なるほど。わかりました。じゃあ一旦戻ろう。ミッションリスト、アップデート。俺は一つあんたに伝えていなかったことがある。なんだ。俺たちの古い友人ゼロはあんたが合衆国を離れてから表舞台に姿を見せなくなった。もう10年以上だ。カリブ海のあんたの基地で起きた事故は彼の差し金だと考えていたようだが、ゼロはあの時点ですでに病床に伏していた。だからあれがゼロの意思なのか、俺はずっと疑っていた。だがあの男がエメリヒといたことで確信した。俺はあいつを知っている。あれは俺たちの友人の腹心だった。顔のない、いや見てはならない顔を持つ男、スカルフェイス。やつこそが9年前あんたの基地を沈めた張本人だ。スカルフェイスはゼロの意志を離れサイファーを私物化、実動部隊 XOF を動かしている。そう、俺たちが追っているサイファーとはゼロじゃない、ゼロよりも危うい空、スカルフェイスだ。うん、なるほど。スカルフェイスはスカルフェイスでどういうことやりたいんだろうね。サイファーを私物化してるって感じでもないような気がするんだけど、ヒューイに対する当たりの強さから感じると
組織に対する忠誠心はあるようにも見えるけど、でもな、グラウンドゼロズの時は結構おかしなこと言ってたしな。あいつはまだまだ謎だね。そしてヒューイの方はまあしょうがない、しばらくは放っておくしかないのかな。まあカセットテープは後で聞くことにしましょう。あとは何するんだったっけ。あ、ミッション、新しく入るミッションは漆黒の元、現地勢力は占拠中のなんとかかんとか、アンゴラザイール国境地帯、アンゴラ地域に行けるってことか、これか。ああ、なるほど。これをやったりして進めていけばスカルフェイスに出会えるってことかな。うん、まあ後でさっきのミッションとかも S ランク狙っておきます。というわけでどうしようかな。クワイエット、放っておくかしばらくあそこにいてもらおう。しばらくあそこでなんていうかアイドル的なポジションでいてもらおうかな。じゃあよし、じゃあ今回これまでにしておこうかな。ではまた次回よろしくお願いします。いやー大変だった。 Please select a mission. わ、いっぱいあるな。とりあえずガスマスクとか。 Unit dispatched. さて念のためマザーベースにもう一回戻ってみたんだけど、やっぱり何かイベントがあるっぽい。オセロット、お、あ、ワンちゃん、おお、スネークの驚き方。あんたが回収した犬だ。ちょっとやんちゃでな。犬種はわからん。育つのか。ああ、こんなだ。アスキー系かな。俺に預けてみないか。うん。ん？まだ子犬だが、すぐにあんたの役に立てるようになる。大丈夫か？いい原石を拾ってくれたな。磨いてやれば俺たちにとってのダイヤモンドドッグになるはずだ。なるほど。お、あれ？よく見たら右目がちょっと、何この角度。山猫が犬の世話ね。いいだろう。おい、リディ。お、早速よくしつけられてる。まあオセロットだからな。ある意味では調教はお手の物かも。あれ、知らんかった。今までそうだったの。あれ、ちょっと何勝手に時間経たせてんの。あ、もしかしてこのボッサー トラブルとか。ちょ、行かないで。ボスってさ、もしかしてあれなの、タバコ吸うと勝手に時間が過ぎ去っちゃうような、そんな感覚に陥っちゃう人なの。おかえりなさいボス。あ、はい。なんか今回は本当にイベント尽くしだったな。ランニングゾーンに到着。はい、またイベントが突然起きるかもしれないから、このゲーム油断なんないんだよね。はい、じゃあ一旦ここで終わります。多分もうないと思うけど、もう一回一応来るけど。